皆さん、こんにちは。スーパーカーといえば、人目を引く派手なデザインや高額な車両価格に圧倒的な走行性能と一般的な車とは異なる特徴が盛りだくさん。そんなスーパーカーだからこそ、オーナーにしかわからない共通の悩みが存在するはず。そこで今回は、そんなスーパーカーオーナーのあるあるをいくつかご紹介します。 1. 手元にあると乗らないのに、ないと乗りたくなる。皆さんの想像通り、スーパーカーは日常使いに不向きです。低い車高は行く場所を選ぶし、派手な外見は TPO に注意が必要な場面も。公道では持て余す性能のコントロールや大きな排気音で運転そのものも非常に疲れます。仕事で疲れた時には乗りたくない、雨が降りそうだからなどと理由をつけては乗らない日々が続いて、いつの間にか最後に乗ったのは1ヶ月前なんてことは日常茶飯事です。せっかく車庫に収まっていても出番は少なめにもかかわらず、これがメンテナンス等で手元にないとなると途端に乗りたくなるから不思議です。いつ帰ってくるんだと年頃の娘の帰宅を待つ父親かのごとく、気が気じゃありません。2. バッテリー充電のために仕方なく乗る。一般的な車ではまず考えられないことかもしれません。乗りたくなくてもバッテリーが上がってしまいそうだからと、充電のためだけに近所を一回りすることもよくあることです。昔はキルスイッチ、今ではバッテリー充電用のコンセントプラグを装備したスーパーカーも増えましたが、都心部に多い機械式駐車場では使えないため、未だにいい解決策はありません。 3. 助手席に謎の美女が乗っている。彼女なのか友達なのか、見るからに奥様ではない謎の美女を助手席に伴っているケースが多いです。モテる人がスーパーカーに乗っているのか、スーパーカーに乗っているからモテるのかは男性にとって永遠の謎です。 4. 故障自慢をする。普通は自分が選んで買った車が頻繁に故障するなんて不名誉なことだと感じると思います。しかしスーパーカーは違います。俺のフェラーリはここもここもまさかこんなところだって壊れたことがあるんだぜと、無駄に過去の故障をアピールします。負けじと俺のランボルギーニもと、故障自慢大会が始まることもしばしば。しかし最近のスーパーカーは壊れにくい上に新車保証も手厚いので、自慢できるほど壊れません。故障自慢していた頃を懐かしむオーナーまでいるとかいないとか。とお金を使うところとケチるところがはっきりしている。あれほど高額なスーパーカーを買えるだけの経済力を持っているのだから、さぞお金の使い方も豪快だろうと思われるかもしれませんが、そうでもありません。もちろん自分の趣味にはたとえ周囲に理解されなくてもお構いなしに出費を惜しみませんが、少しでも不要なことには1円だって払いたくないといった考えをお持ちの方が非常に多いようです。このあたりはスーパーカーあるあるというよりもお金持ちあるあるかもしれませんね。いかがでしたか？
何かのお役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録をお願いします。